そうですそうよするね。と、そんなインターネットでパパッとググるぐらいで出てくるような知識を何時間もかけて必死に覚える教育がこれから役に立つんだろうかということがまず1点。あとですね、学校教育がガラッと変わるから、親が知るべき今から始める子どもの学びっていう本を書いてくれた山口拓さんです。拓さん、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございます。山口拓さんは御三家中学の受験の、塾の講師を日本でやっておりまして、15年ですかね、日本でやってた、そうですね、約15年やってたんですけれども、こうやってその子供にこういう辛い受験のためにずっとやってるのはちょっとおかしいなと思って、ニュージーランドに、何年前です、10年、そうですね、10年前、約10年前にニュージーランドに引っ越しして、今はですね、ニュージーランドで学習コーチ、ね、子供たちに一緒に数学やろうっていう感じじゃなくて、どうやったらそのやる気を出すのか、モチベーションを上げていくのか、ね、それと、あとそのどうやったら勉強をもっと効率が高い勉強をできるのかっていうことを教えていて、であとですね、お母さん、親にメインに教育のコンサルティングをやっている先生なんですね。で、この本当にね、素晴らしい、皆さん、2020年に日本の学校教育がガラッと変わるっていうことをご存知でしょうか。僕も本当に知らなかったんですけれども、日本の2020年に何が具体的に変わるのかっていうのをちょっとお話しできればと思って、お招きさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ズマリなんですけれども、2020年に何が起こるんですか。はい、2020年というのはまず、大きくですね、大学入試のシステムが変わるんですね。はいはいはい。で、これまでも学習指導要領というのは何度か変わってきていて、ゆとり教育の導入の時も学習指導要領は変わったんですが、今回は学習指導要領が変わるだけではなくて、その日本の教育の出口である、大学入試の制度が変わるんですね。ここがものすごく大きなインパクトだと思います。はいはい。ちなみに、ゆとり教育が変わったのは何年前ぐらいだった。ゆとり教育が始まったのは2000年代の前半ですね。はいはい。で、また再度2020年にこの大きく教育の革命が来るという。わ、はい、かりました。で、この具体的に大学の受験が変わっていくっていうことが大きい一つのポイントっていう感じでよろしいでしょうか。そうですね。今回の教育改革の一番大きなポイントは、先ほどお話したように大学の入試が変わるということなんですが、大学の入試が変わるということは、実は私たちが考えているもっと大きなインパクトで、というのは、日本の教育というのは全て最終的な大学入試に向けて行われていますので、これまでの学習指導要領の変更では大学入試が変わらなかったので、結局どう変わろうと最後は受験準備さえすればいいだろうということで、ほとんどその下の高校、中学、小学の教育には影響がなかったんです ね。本にも書いていらっしゃったんですけれども、やっぱりそのゆとり教育で、その教育自体は変わったんだけど、結局受験が変わらなかったから、どんなに教育を変えても、結局親とかが塾に行って、前のやり方のその受験の丸抜の受験みたいな感じのために、その努力して教育をやるっていう感じだったんですよね。そうですね。で、これが今度受験自体が変わるから、教育も大きく変わるぞっていうことで。そうですね。じゃあ、その受験ってどのように変わっていくんですか。はい。今回の受験制度の変更はですね、文部科学省が時代がこれから大きく変わっていくということを見越して、具体的に言うと、そのテクノロジーが進化して、AI が進化していく。またそのグローバル化が昨今非常にこう広がっていて、それが日本国内にも影響してきているということで、そういう新しい時代に向けて、もう世界標準の教育を日本にも導入しないともうダメだろうということで、ですが具体的には何かというと、知識を持っているだけでは足りないと。その持っている知識をいかに使っていくのかっていう、その知識力ではなくて知識活用力が要求されると。それを受験で測ろうと
いうふうに変わってくるんですね。へえ。じゃあ今まではその例えば受験とかどのぐらい覚えてるのか、どのぐらいあなたは知っているのかっていうところでテストされてたんですけれども、うん、これからはあなたがその知っていることでどのぐらいその情報を使えるかっていう、考えられるかっていう thinking の部分が変わってくるっていうことです。その通りです。面白いですね、はい、もうちょっと具体的にどのよう なんかイメージになるのかって説明していただけないでしょうか。はい、大学入試制度の、一つ あの今回の 改正点をちょっとお話しするとピンとくるかと思うんですが、はい、私立大学でもすでに始まっている AO 入試というのがあります。アドミッションドオフィス入試というものなんですけれども、はいはい、これはまあ要するにその自分の得意な分野であったりとか、はい、まあ、極端に言うとその大学普通の数学とか理科とか英語とかといった科目テストではなくて、はい、高校の時までに積み重ねてきた経験とか、はいはいはい、あとその自分の考えを小論文で伝えたりとか、はい、そういった能力を使って、まあ、簡単に言うと一つこう光るものがある生徒を取るという、はいはい、そういう試験が私立で始まっていたんですが、はい、まあ、なかなか日本の教育というのはですね、私立が動いても動かないんですね。そうですか。というのはやっぱり国立大学を皆さん目指すので、国立大学が改革をしない限りなかなか動かなかったんですね。それが今度国立大学に対して国が、国立大学の入試の 30% の枠は AO 入試で埋めなければいけないという方針を出したんですね、はいはい、うん、ですから国立が AO に舵を切りますので、はい、そうすると私立のような小論文で自分で考えた、うん、自分の意見を述べたりとか、はい、集団討論で他の人と意見をぶつけて、はい、自分の意見をきちんと表現できる力とか、うん、あとは高校の時にいろいろなこう活動ですね、課外活動ボランティアやったりとか、うん、留学に行ったりとか、うん、はい、そういったその単なる学校の勉強とか部活以外でどれだけ豊かな経験を積んでいたのかっていうところを試験で見られるようになるんです。本当にですか。なんか夢のような話じゃないかなって僕今聞いてるんですけれども、はい、本当にこれそんなに変わるんですか。その方向に変わるということになっています。すごいですね、はい、もう全く考え方が違いますね。そうですね。よくこれ通りましたね、この2020年の教育革命は。やはりそれだけすでにこう今の教育が時代に追いついていないということへの多分危機感だと思うんですね。そうです。で実際私もニュージーランドに出て海外から日本を見ていると、やはりその日本以外の国ですね、もうどん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 そちらの方向に舵を切り始めているんですね。あ、そうなんですか。はい。で今私がいるニュージーランドは今未来教育指数っていうのは世界一なんです。はい、はい、でスウェーデンとか日本ではいろいろこう選定されてますけれども、実はニュージーランドが今トップで、はいはいはい、でそのニュージーランドが実は今日本がこれから始めようとしているアクティブラーニングをもう20年近く前から実施している国なんです、はい、そうなんですか、はい、アクティブラーニングっていうのがやっぱこの受験が変わるから、まあ、小学校中学校高校もアクティブラーニングっていう形に少しずつ変わっていくっていう、ね、そうです、はい、アクティブラーニングというのは、簡単に言うとですね、インプットとアウトプットのバランスで、はい、アウトプットのバランスを大きくしようという教育の仕方なんですね、はあ、ですから例えば分かりやすいところでいくと、例えば日本の歴史で、はい、日本で歴史を勉強するときに、はい、例えばその本能寺の変は何年に行われましたかとかいう年号を覚えたりとかありますよね、はい、あとそれに対して例えばアクティブラーニングがそれに対してどういうアプローチをするかというと、では本能寺の変が起こったことによって、日本の歴史にはどんな影響が出ましたかというアプローチをするんですね、うんうん、そうするとそれを知るために子どもたちは自分たちでインターネットを駆使して本能寺の変を調べます。で調べてそれもみんなそれぞれ調べて、うん、それの知識を持ち寄ってシェアして、はいはいはい、整理してそれをプレゼンテーションするという形で進んでいくんですね。じゃあ例えば何年にこの事件が起こりました、なぜ起こったの、どのようなインパクトをこの事件が与えたのかっていうことがもっとフォーカスに入ってきて、はい、ただ単にこの9月3日にこういうのが起こりましたってそこで測られるっていうことが変わっていくっていうことなんです。そうですね。素晴らしいですね、うん、方向としては素晴らしいと思います。すごいですね、うん、でも気になりました、なぜこんな大きい革命が日本で起こるのか、起こってるのかっていうのはすごい
知りたいんですけれども、うん、これは私もニュージーランドに行って、まあ、外から今までの自分の自分がしてきた受験指導というものを振り返って考えて、はい、少しずつ見えてきたものなので、うん、これはあくまで私の意見に過ぎないんですけれども、はい、日本の受験指導をしているとですね、まあ、当たり前のことですがテストで測られるものなので、すで、はい、に答えが用意されているんですよね、ですから生徒たちはどんなに一生懸命考えたとしても、はい、結局先生があらかじめ用意した一つの答えに向かって進んでいくんです、はい、ところがその知識を例えばその一つの答え数学でもそうですし、はい、あとは何かこう、ね歴史の連合でもそうですけれども、うん、覚えて吐き出すっていう仕事は、実はもう私たちが手元に持っているスマートフォンでほとんどできてしまうんですね。確かにそうですよね、例えば数学なんかでもですね、最近これ面白いんですけれども、数学の問題集ありますよね、はい、あの問題集の答え書いてなくてもインターネットでその問題をそのまま打ち込むとですね、誰かが書き込んだ答えが載ってるんですね、はい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 、だから簡単に探せる。確かにそうですね。そうするとそんなインターネットでパパッとググるぐらいで出てくるような知識を何時間もかけて必死に覚える教育がこれから役に立つんだろうかっていうことがまず1点ですね、うんうん、あとは社会に出た後、うん、私なんかも社会人になって突然分かったことなんですが、学生までは先生に言われたことをきちんとやらないと、なんで私の言う通りにやらないんだと言われるのに、社会に出ると途端に自分で考えろと言われる。それ大きいですよね。で、自分で考えろと言われても、うん、それまでずっと言うこと聞けと教育されてきて、ね、突然自分で考える力がつかないんですよね。つかないですよね。でそこが、アクティブラーニングだと、原則は先生の仕事はティーチングじゃなくなるんですね、うん、先生は最低限の知識を示して、はい、それ以降は生徒同士がお互いにどうやってその答えを出すのかを考えなきゃいけないんです、はい、でもうちょっと踏み込んでいくと、何が問題になっているのかすら自分たちで探さなければいけないのがアクティブラーニングなので。すごい、それが日本に来るんですか。はい、うわー、よかったね、やった、わー、嬉しいです。 Oh, that's great。 そうですね、yeah. それがいい方向に進んだら素晴らしい変更に、素晴らしい方向に進んではないかと思います。うん、ごめんなさい、僕本当にちょっと個人的な話なんですけど、僕は日本の学校13歳の時に、まあ、12、3くらいの時に日本の小学、中学校かな、海外に行ったんですよ、うん、でびっくりしたんですよね。で日本の学校で勉強し、塾とか結構行ってたんですけど、塾だったらこの答えを答えなさいって言うんですよ、この問題を答えなさいって、うん、でもアメリカに行ったら、あなたが質問を考えなさいって言われたんですよ、うん、それはニュージーランドでもよくあります。それが結構びっくりして、で僕は前その日本で行った時はすごい丸バツ感覚だったんですよね。正しい答えは一つしかない、これができるかできないかであなたはジャッジされると、うん、でもアメリカに行ったら、いや答えはいくつかあるんですよ、でその答えをこれだっていうことではないから、こういうのもありますよね、こういう考え方もあるんだって先生に言うとよしっていう、うん、そういう場合もあって、すごい僕驚いたんですよね、はい、うん、だからそういう感じでね、なんか教育が変わってくるっていうのは本当にワクワクしますね。そうですね、はい、うん、じゃあ山口さん、たくさんぜひですね、例えば、まあ、子供お子様がいらっしゃる、はい、まあ、あの親、ね、お父さんお母さんの、うん、ために何かアドバイスみたいなのって、ね、まずですね、はい、アクティブラーニングが本当に日本に根付いた場合、その自ら学んでいくっていう、その主体的に学んでいくっていう姿勢がとても重要になるんですね、はい、でこの時にやっぱり学びたいっていう気持ちを持っていない子どもたちっていうのは、このアクティブラーニングは非常に苦戦すると思うんです。というのは、その生徒がみんな集まってテーマを示されて、はい、自分たちで調べて自分たちで話し合ってとなりますので、はいはい、やる気のある子はどんどん調べるでしょうけれども、初めからやる気ない子なんかだとなかなかこう参加できないので、うん、まあ、小さい時からやっぱ知的好奇心というのをどんどんこう高めてあげるような、そういう子育てっていうのは大事だと思うんですね。そうですよね、はい、小さい時から、まあ、子供っていうのは、私はそのみんな知的好奇心にあふれてると思ってるんです、ただそれが小さい時からいっぱい勉強させたりとか、好きなことを十分やらせてもらえないとかいう環境で育っていると、だんだんこうそういう好奇心って薄れていくと思うんですね、で最近やっぱ私すごく懸念しているのは、日本の最近幼児教育がどんどん低年齢化していて、もうそれこそ今2歳とかから幼児教育に入れてる方も結構いるんですね、はいはいはい、その頃は結構もっとこう
自分の好きな遊びをして公園で遊んだりとか、なんか友達とこう走り回って遊んだりとか、はいはいはい、そういうその自分がやりたいことっていうのをやらせてあげた方がいいと思うんですね、うんうんうん、だその辺がちょっとこう変わっていかないと、今まではそれでこう早い時期から知識を入れれば、知識量で勝負でしたから有利でしたけれども、はい、今後知識量が勝負時にならなくなってくると、うん、どれだけこう好奇心を持っていろんなことを見つ探せるかっていうところが重要になってくるので、そのクリスさんがいつもおっしゃってるような、その自分が好きなことを考えてる、探すっていうことを、はい、やっぱり小さい時から意識づけすることがとても大事だと思うんですよね。そうですよね、はい、そう、まあ、こうやってお話を、ね、聞かせていただいていると、一つ考えられるのが、まあ、間違いなくこの受験が変わるから教育もアクティブラーニングですね、ラーニングシステムに変わってくるってなるんですよね、はい、でこのあとどうなるかっていうと、まあ、AI の参加とかも入ってくるし、いろんなことが多くて新しい職業が増えてくると思うんですよ、はいはい、で、まあ、例えば今、ね、自分が、ね、親で子供がなんか好きなことをやってるんだけど、ね、子供にあなたそんなそういう好きなことじゃなくてもっとちゃんと勉強してくれないって思うのはあるんですけど、その子供が15年経って大人になったら、その新しい職業がある可能性もあるんじゃないかっていうことも僕あると思うんですよね。だからこのアクティブラーニングで、その教育だけじゃなくて、その20年後の日本の中の仕事の種類も大きく変わっていくんじゃないかなっていう、なんかワクワクもする。そうですね、逆にその今データの中でまあ示されてますけれども、世界のあらゆる国の中で日本は、あの AI によって既存の仕事が代替される可能性が極めて高い国。あ、そうなんですか。なんですね。 49%、あのデータによると 49% の仕事は代替されてしまう、つまり 49% の仕事がなくなってしまうというデータもあるぐらいなんです。ただ一方でさっきクリスさんがおっしゃったように、これから AI の登場で新しくあの登場する仕事も たくさんあると思うので、逆にその 今いわゆるエリートコースだった仕事が15年後もエリートコースかという可能性は、あの確率は分からないので。そうですよね。よく考えると、僕の教育もそうだったんですけれども、なんかその教育の reason、 教育の理由が恐怖から来てたんですよ。例えばこの受験、まあ、僕もあの日本の子供の時受験とか行ったんですけど、この受験に受からないとダメだって、あなたはあなたのままにいるとダメだから、あなた変えなさいって、自分にいちゃダメだよっていう恐怖があって、うん、塾行かせるとか受験頑張るとかで、今度受験受かったらもっと頑張らないとまた落ちるよみたいな感じで、ずっとこのあのピーポーピーポーなってるねごめんなさい、今ちょっとね、あのピーポーピーポーの救急車がしたり、大丈夫です、前に戻してもらって、まさにそのピーポーピーポー教育みたいな感じで、あなたはダメだからもっとピーポーピーポーしてしっかり受験受けなさいとかでもそれがだんだん、いや大丈夫だよっていうね、あ君 もう持ってるもので足りてるんだよって、でその持ってるものをもっと磨いていって、光をね、光が出るようにしていこうよっていうような教育に変わってくるんだなっていう感じがしますね。はい、そうですね。ね、本当に嬉しい。できればもう一つお伺いたいんですけど、はい、まあ、そういう例えばその勉強するのがあんまり好きじゃないんだっていう子どもがいる場合は、どのようなアプローチを取っていけばいいんでしょうか。あのまず勉強が嫌いっていう子どもたち、まあ、もちろん科目が嫌いって子どもはいると思うんですね。多分数学が嫌いとか、はい、国語が嫌いとか、うん、でそういうあの嫌いはもちろんあると思うんですけれども、まずその一個自分が何か好きなこと、例えばその、はい、これから先って AI ができ AI がどれからこれからどれだけ進化したとしても、うん、何かを作り出す仕事っていうのはずっと必要になると思うんですね、だから今まであまり日本ではスポットライトを浴びてなかったような職業がこれから何かものづくりであったりとか、そういったものがこれからスポットライトを当てられるような時代になってくると思いますし、特にその AI の、 あの科学者なんかがよく言っているのは、将来 AI の時代になった時に最もの最後まで残る職業は芸術の仕事だという方もいるぐらい、その今まで芸術っていうとなかなかこう食べられない仕事とか言われてましたけれども、その AI ができない仕事っていうものをどんどんこれから伸ばしていけばいいと思いますし、あと例えばスポーツであったりとか、あとその
人の心を扱う仕事ですね、はい、その人と人 の, そのコミュニケーションをに関わる仕事なんかたくさんあると思うんです、例えばその勉強あまり得意じゃないけれどもみんなの人気者であったりとか、あとはなんかこう勉強得意じゃないけれども何か作ってるのが大好きとか絵を描いてるのが大好きとか、まあ、そういった一つの才能をぐーっと大きく伸ばしていくっていうことがこれからはそのこれからの時代にすごく有効じゃないかと思うんです。それが結局栄養入試という入試で最終的に測られるのはそういう一つ自分はこれだけは負けないっていうものを持っていること、でそれに関わるその豊かな経験を持っているというのも大事だと思います。なんか例えばこれだけは負けないっていうことなんですけれども、はい、やっぱそこもやっぱり親としてはちょっと恐怖を感じる場所だと思うんですよね、例えば子供がサッカーだったらこれだけ負けないって言ったら、いやマジかよサッカーで勝負していくかみたいな野球かよみたいになっちゃうと思うんですよね。もう子供ね野球で勝負したい子は多分何万人もいると思うんですよ。バスケとかサッカーもそうだし、で中にはその例えばゲームで勝負したいとか、ね、そういう人たちも出てくると思うんですけれども、だからそういう場合だったらやっぱちょっと僕ね親だったらそこまで安心できないと思うんですよ、それに対して何かのアプローチっていうかそういうのないですかね。ちょっとこれは難しい質問なんですけれども、まず、私これは個人的な意見ですが、今私たち大人が安心だと言われている職業、ここに行ってくれれば安心だ、例えば公務員であったりとか、もう絶対安定ですよね、公務員ってまず先に AI にどんどん代替されていく仕事だと思います。確かにそうです、事務仕事ですから代替可能性極めて高いと思うんです ねエストニアの話多分ご存知だと思うんですけど、エストニアの国がその公務員を全部デジタル化にしたんですよね。だから家からパソコンでできるようにしたっていう。ニュージーランドでも実は政府機関が次々と今リストラを行っていて、全部インターネットの方に移動してるんですね、ですからそうなると今までもう公務員以上に安定してる仕事はないと言われてた公務員がこれからいなくなる、または、銀行の融資係なんていうのはかなり花形の仕事でしたけれども、これもどん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 今 AI に代替されている、それからトレーディングもそうですね、そういった形で、私たち の世代が信じているその信念っていうものが、常識っていうものが今大きく覆されよう、としている、そのような状況の中で、その過去のものを見て将来安定っていうのは実はどこまで正しいのかなというのは私は非常に疑問を持ってるんですね。確かにそうですよね。いろんなこの AI の専門の方とか僕も話す機会があるんですけども、例えばその、タクシーの業界、あとトラックの運転の業界っていうのも相当その AI が入ってくると変わってくるんじゃないかっていう。そうですね、データも聞いてますし、あとその、さっきクリスさんがおっしゃってたゲーマーも、私小さい時にですね、ゲーム結構好きでやってたんですけど、そんなゲームばっかりやってたらバカになるからやめなさいと言われてましたけれども、今ゲーマーって1億とか稼ぎますよね、プロゲーマーが。そうですよね、だからそれがいい悪いは別です、ただそういう職業がもうはや成り立ち始めている、でこれからでそれが私が子どもの頃なんてプロゲーマーで1億なんて言ったら笑われる時代だったんですよね。でまさにクリスさんがやられているような YouTuber の仕事も、私が子どもの頃に自分でなんか動画を作って発表するとか言っても何言ってるのの世界がここまで変わってるわけですよ。確かにそうです。スマホがこの時代この世界に現れてからまだ10年しか経ってないんです。10年でこの変化です。確かに。それ私たちが今信じられないようなスピードで AI は進化している。でその中で今まで その時代の流れのスピードで考えていたら、時代の変化のスピードに私たちはついていけなくなると思うんですよ。そうですね、で今の親は正直あと何十年か経てばですね、もうその老後を迎えるからいいかもしれませんが、これから生きる子どもたちに対して過去の価値観で生きるというのは私は危ないんじゃないかと思っています。ちょっと勇気を持って今一歩踏み出す時期なのかなというふうに私は感じてますね。ちょっとニュージーランドでもう一人僕の友達がニュージーランドに住んでるんですけれども、彼の子供がゲームが大好きで、ね、パパ私ゲーマーになりたいって言ったんですよお父さんに、でお父さんが結構真面目でしっかりしてる人なんで、お前さそんなバカなことそろそろゲームやめろって、ね、君のお兄さんとかしっかり勉強してるでしょって
お前ゲームなんてダメだよって子供に言ったんですよ、うん、そしたら子供が1週間後に80ページのレポートを作ってきたんですよ。これニュージーランド でどのぐらいゲームの業界が映画の業界より大きくて、でどのぐらいこのそのグラフですよね、右肩でそのゲームを作るエンジニアの職業は非常にいいと、で実際にニュージーランドのスターティングゲームを作るコーディングの仕事、今人が少ないのでニュージーランドのスターティングサラリーがマジ年収大学出たら800万から1000万だったんですよ。そうですそんなぐらい、だからね、日本の中では分からないんですよね、日本の僕はレベル分かんないんですけど、やっぱその世界の目線から、まあ、特に英語とか大切だと思うんですけれども、そういう目線で考えると結構ねニーズがあるんだなって僕はあのね本当に話聞いて面白かったんですよ。子供がねこんなでっかいレポートをやり出してきて、そのお父さんも分かったゲームやっていいよって。そうですね、私 の教えていた生徒も一人、まあ、数年前ですけれどもやっぱりニュージーランドにいて、うん、彼も同じパターン で彼はゲームを実はやっていたんではなくて作っていたんですね、はいはい、自分で、うん、でそれで作ってただけじゃなくて売ってたんです、もうすでにすごいです、ね、ゲームを作って、うん、まあ、その例えばフライトシミュレーターってご存知です、飛行機を飛ばす、その、 フライトシミュレーターの地形ですね、その空港とか あとは街とか、はいはいはい、それをその実際の Google マップをもうベースとして作って、でその一つの町100ドルとかで売ってたと、うん、で結局彼はその方面の大学に進学して今勉強してますけれども、うん、だから結構その大人から見てそんなものは無駄だって思っていたもの、うん、過去は確かに無駄だったかもしれませんが、実は親の価値観が追いついてないだけってことも結構多々あると思うんですよ。そうです、ね、昔の価値観のまま自分が子どもの頃にダメだって言われたから今もダメみたいな、はいはいはい、その辺少しこう親がパラダイムシフトしていかないと、確かにそうです、正しい情報を子供には与えられなくて、で情報もそういう親の子供は逆に言うと情報をきちんと正しい情報をもらえないまま狭い選択肢で戦わなきゃいけなくなるので、その辺はちょっと親の責任かなという感じはしてます。確かにそう言われると本当に今ね、ウェブサイト一つ作って例えばショピファイとかね、もう本当に月3000円4000円で、うん、世界で通るウェブサイトのプラットフォームを借りれるわけなんですよ。でそこに写真撮ってこれ欲しい人買ってって言って、買ったらお金もらってその後作るっていうのが今本当にもうティーネイジャー、うん、10代の人でもできるわけなんですよ。できます、できます、マジ。その数ヶ月で本当にウェブでお店を、で英語だったら世界中からのね、あれができる時代になるので、やっぱこうお話を聞いていると、いやそれ昔親とかおじいちゃんとかの時代だったらそんなのやるのって大変だったよね、で工場も必要になるし家賃も払わないといけないし銀行の信頼もないといけないし OL さんも必要だし、ね、なんか営業マンも必要だし、でも今だってそれ月4000円でできるんですよ、うん、インターネット使って、うん、ってなると、その一つ山口さんのお話を聞いていると、今の子どもたちが一つ大切に学ぶことは、どうやったらその自分の好きで得意なことを他に興味がある人に知ってもらって、どのレベルにそれをまとめたら実際にエネルギー、感謝のエネルギーですよね、それがまあ000とかで動いて、デジタル系でまたこれもデジタルでお金が動いてくるんですけど、動いてくるのかっていうのを、まあ、小学校の時とか中学生の時のからまあ教育をするとすごいいいかもしれないですね。そうですね、うん、今すごいお話聞いててそう思いました。はい、なんか他になんか最後に何かお伝えしたいこととか。そうですね、さっきお話したことですね、やっぱりだから親が意識を変えてもっと情報を取ってほしいっていうことが一番伝えたいことですかね、私は。まあ、そうしていかないと、その親が情報を取っていくっていうのが、はい、っていうのは親が変わらないと子供は変わらないので、でも実際その動き始めてる親はいっぱいいるんですよ、日本の中では。はい、で学校も新しく今なりつつあって、であの国際バ、ここにも書きましたけど、国際バカロレアっていうその世界的に有名なあのアクティブラーニングの世界標準があるんですけれども、それも今日本の中で広がり始めてるんですね。で感度の高い親というんですかね、もうその最先端を見据えている親が次々と入り始めていて、
で、東京だと東京都立国際っていう学校が何年3年前かな4年前ぐらいに出来上がったんですけど、そこは今一番難しい過去まで一番難しかった開成高校に合格して、はい、そこを蹴って入るようなぐらいのレベルにもう成長しちゃってるんです。あ、そうなんですか。でその国際バカロレアっていう教育をで、まあ、それなりのスコアを取ると、世界中の大学に門戸が開かれるので。あ、そうなんですか。だからその今も日本ではなくて海外にっていう人たちが非常に増えてきている。あ、そうなんですか。はい、だからもう日本の大学だけっていうことではなくて、やっぱり世界にこう目を向けて進学先は世界も視野に入れてこう選択ができるようになっていってほしいんですね。そうですよね。はい、で、でただそう言うと必ず言われるのが、いやうちはそんなお金ないですからと言われるんですね。でも今実は、お金を返さなくていわゆる給付型と言われるもらえるやつですね、はいはい、給付型のその奨学金ってものすごく整備されてるんです。知らないんです皆さん。それは知らない、うん、だから皆さん初めから海外はうちは関係ない、縁がないで切ってしまって親御さんがあまりにも多い。あ、そうなんですか。情報を取ればインターネットで調べればいくらでも出てくるのに調べることすらしない。だあまりにももったいないなと思ってるんですよね。はい、あ、僕も知らなかった。そういうお金がある。それは政府の方、政府のものもやってますし、あと日本学生機構というところもありますし、あと有名なところだったの孫正義さんっていいますよね、ソフトバンクの、はい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 、チャレンジすることはできると思うの で、まあ、選択肢の中から初めから外すっていうのはもったいないかなと思いますね。いや素晴らしい。いや本当にぜひ皆さんこの本ね、すごい結構深いです。でこれはパラって読むんじゃなくてゆっくり多分1ヶ月ぐらいかけて読むようなこと で内容も深いんですよね。で面白いアドバイスとかも入って、気をつけるのはこのググリ病、ググリ病、ググリ病ですね、ググリ病にならないようにっていうさっきねたくさんもね今ねこうやっていろんなことを学ぶんだけど、覚えたこともパッパッパって、まあ、正直言ってね親指使わないでこうやってこのボタンを押して自分のApple Watchに話すだけで答えが出てくるっていう時代なんですけれども、あまりにそれをやりすぎると今度自分が考えなくなってしまうっていう、そうですね、ことですよね。だからこれもバランスよく使っていくっていう形っていう、いろんなね本当にすごい興味深い本なので、ぜひこの2020年にどうやってどのようなことが具体的に変わるのか、そしてその後まあどのようなことを、まあ、親として子どもに伝えていきたいのか、親としてどういうことを学んでいかないのかっていうことに興味がありましたら、ぜひですねリンク下に貼っておきますので、学校教育がガラッと変わるから親が知るべき今から始める子どもの学び、クリスのおすすめ一本です。どうぞもし興味があったらよろしくお願いいたします。ヨミさん、今日ねニュージーランドから来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました、うん、これからもね山口さんが、いろんなところで活躍して、でこの素晴らしいメッセージをねみんなに届けるっていうことを本当に心の中から応援しています。ありがとうございます。 All right, you guys, I love you guys. Now see you next week. ありがとう。 Thank you.